はい、どうも鈴木達郎でございます。よっ、ありがとうございます。今話題の井上尚弥と、はい、ネリ選手、はい、の試合についてちょっと感想をいただきたいんですけど、はい、会場にいて見たんですよね。そうなんですよ、会場に見に行ってまいりました。さすが、いやすごい試合でしたね。見ました？見ましたよ。もう、あ、僕はね、あの Amazon プライムで見させていただいたんですけど、もうね、1ラウンド目の衝撃があって、ほんでそこからのこうハラハラがやばかったんですけど、これ実際悟さん、あの生で見てて、うん、あのどんな感じ、会場はどんな感じだったんですか？いや本当ね、あの会場あの誘っていただいて行けてよかったなって思うぐらいの、まあ盛り上がりだったし、まあ、その今のお話のね、1ラウンド目のダウン、あの瞬間は会場が凍りつくって、もうなんか悲鳴、歓声っていうよりは悲鳴、うわーみたいになって、いや臨場感で、ね、確かにあっていいあれでした、ね、試合でしたね。本当にもうでもやばいってみんなが思った瞬間だったんですけど、まあ見ててそのすごい技術的なこと言うと、井上選手が左から右っていうコンビネーションを出したときに、ネリー選手の左フックで倒れてるっていう形だったんだけど、右のパンチを打ってて、ネリーの左のパンチってなるので、動きが全部左へ移動する、左へ移動するパンチのもらい方だったから、ダメージは、もちろんそれでね、あの致命的なダメージを負っちゃうこともあるんだけども、あの時の倒れ方としては、あの若干助かったかなっていう倒れ方だったかなっていう、だからちょっと浅かったのかな、ダメージは。そうなんですよ。逆にこう、なんか左を打ってる時に左をもらっちゃうと、よりダメージがかかる。もう交通事故、いや要は左打つ時って左から右へ移動する、うん、で逆に相手も同じので、こうなって首がねじれてっていう倒れ方が一番危ない。結構最近の格闘技、キックボクシングの試合なんかでは、その左フックの相打ちで KO っていうのはすごい多くて、ボクシングでもすごいよく KO シーンが出るシチュエーションなので、そのもらい方ではなかったので、ダメージは、あったにしても少なかったのかなっていう。でもドキドキして、結構こう本人もあの画面に映ってる時の顔が、やっちゃったなって顔っていうよりは、うーんみたいな顔してたから、でもね、シーンにまでは分からないけれども、あ、慌ててんのかなとか、ダメージあんのかなっていうのは結構こっちとしてはハラハラしてるけど、でも大丈夫だろう思って見てた感じかな。その試合がこう決まったじゃないですか、ネリー選手と井上尚弥選手の、その時は里谷さんは正直どっちが勝つなって思ってたんですか？あ、もちろん井上選手が勝つと思ってましたね。っていうのはネリーもネリー選手も強いんだけれども、もともとね、もう日本でも因縁があるっていうね、その山中選手とやった時の、うん、強いのに素行が悪い、そのドーピングで剥奪されたりとか、あとは体重超過で試合したりとかするっていう、そこの悪さがそのキャリアにすごい傷をつけてるなっていう、もともとすごいテクニックがあって強い選手だと思ってたので。だけど井上選手ってやっぱりその今までも、ね、並みいるその世界チャンピオンを倒してきてるから、世界チャンピオンってもちろんすごい人たちしかなれないぐらいのところなんだけれども、それの頭一つ二つ抜けてる選手が井上選手なので、でネイリー選手も結局その世界チャンピオンのすごい人たちのところのレベルの選手だなって思っていたので、まあ結構2ラウンドぐらいで倒すんじゃないかなって井上選手が思ってた、予想したぐらいだったので、あの1ラウンドのダウンはもうね、本人も試合後にどうでしたかサプライズはって言ってね、あの笑いに変えてましたけど、あの1ラウンドのダウンはかなり息を飲む、ね、シーンだったなと思います。はい、でもね、1ラウンド目は確かにこうダウンもらいますけどね、2ラウンド目取り返しましたもんね、うん、見事な左フックで、であの形なんかも井上選手は結構得意かなっていう、引いて左フックを打つっていうのがあれなんですけど、ネリ選手がやっぱり出てくる選手、前出てくる選手で、で今みんな戦い方がねあるにしても、その前に出ていく、引きながら戦うっていうのはあっても、出ようと思っててもその井上選手のパンチとかを受けてしまって、もうちょっとおじけづくじゃないけど、うわやべどうしようってなっちゃってる選手たちって今まで見ててもあったんですよ。だからすごい長い
展開になっちゃってこう逃げ回るじゃないけどちょっと消極的になっちゃってる選手とかもいたんですけど、ネイリー選手は受けても出続けてて、で、まあ、2ラウンド目のダウンもらったわけですけど、あの倒れ方なんかも前にすごい出ていってるから、井上選手のパンチがバンってもらった時にもう足元からひっくり返るような、それって引きながら消極的に戦ってたらそういう倒れ方ってなかなかないんですよ。押し倒されちゃうような感じになるんだけど、本当なんかすごい交通事故があったようなバーンってなってひっくり返るような倒れ方をしているんで、その辺が勇敢に出てたからあのダウンが生まれたんだなっていうのはあるんですよ。だからその辺もネリ選手の評価にもなるんだけど、そこちゃんと見逃さなかった井上選手はやっぱすげえなっていうところですね、うん、攻めた結果もらっちゃったんで、そうなので、その消極的にならなかった、まあ、1ラウンドダウン取ってるから いけるっていう気持ちもね乗ったんだと思うんだけど、そこでやっぱりあのカウンターをもらったっていうのは、あの井上選手すごいし、ネイ選手も頑張ったなっていうところかな。井上選手こう結構もう優勢にこう試合を進めてたなっていう感覚だったんですけど、それは悟さんのなんか分析はどんな感じですか。私の分析としては、あの1ラウンド目 そのダウンの時に右のパンチに対して左フックを合わせてくるっていう、あれネイ選手がサウスポースタイルで右手が前で井上選手は左手が前って、こう錯する戦い方になっちゃうんですよ。前の手がこう両方同じ手が出てる、大体ね、サウスポー遅くと遅くってなったら左手と左手が前に出てる状態になってるんで、あのその左フックをかぶ右に対してかぶせるってなかなか難しかったりするんですけど、遅くとサウスポーとね、そうそう、遠いから相手の左手と自分の、ね、右手が遠い位置になるんで、この工作って結構難しいシチュエーションだから、そこでカウンターを取ってきてたってことは、もちろんその狙って打ってるけれども、あそこまでいいカウンターにあれはなってしまったそうっていう感じだから、意図してやったもんじゃないと思うんですよね。もちろんその左フックを狙ったけど、でもその左フックに対して 右に対して左フックを合わせられたから、やばい、これは井上選手は右を打たない方がいいんじゃないかと思ってて、左をもっと中心的に、今までだったら左のボディブローとかでダウン KO してくるっていうのも多かったし、左のパンチすごい強いので、左の方にもっと重きを置いて右をあまり使わないようにした方がいいんじゃないかなと思ったら、私の考えの全然さらに上、右の使用度をどんどん上げていって、でもそれって一つ、サウスポーとオーソックスの戦いの中のセオリーで、オーソックススタイルの人は右のパンチはサウスポーに有効とはされている部分ではあるんです、サウスポーも逆に左を打つっていうのは有効とされているだったりするんで、そのままセオリー通りといえば通りだったんですけど、あの打ちに行ってカウンターもらってしまったっていうものがあるにもかかわらず、それができちゃう井上選手ってすげえなって思って、あとはそのやっぱり左が強かった、強くてあのそれで倒してきたって印象があるのに、やっぱり右でも倒せるパンチを打てるっていう、本当 その後の2ラウンドでダウン取り返した後の、もう2回くらい多分ダウン取ってるんだけど、それも全部ネリ選手がなんか ひっくり返るようなもんどり打って倒れるようなパンチの当て方だったんで、だからネイリー選手が出てきてるっていうのもあるし、そこにちゃんと井上選手がバッチリ当ててるっていうのがあったんで、技術の高さっていうのが見れたかなっていう感じがしましたね。へー、すごいね。それってあのボクシング中にその自分で考えてるんです、それともこうなんかセコンドがこう指示してそれをやってるのか、それと もう試合中にこう、あ、これは右有効だなっていう感じでやっていくんですか。いや、であのセコンドシーンももちろんあるんですけど、まずはやってる自分が作るしかなくて、でこれをやってみよう、あれをやってみようで、でそれが うまく働いてくれればもちろん倒すでしょうし、でそれが、まあ、どういう結果か分からない、まだうまくいってるかも失敗かも分からない状態で、ラウンドが終わった時に帰ってきて、セコンドが指示をするっていうのが一番理想なんですよ。だからその お父さんの慎吾さんとかもどういう指示をしてたか分かんないですけど、井上選手がもう右を多く使うようにしてたのがすごく有効に働いてたっていうのを見えてたとしたんだったら、もっとこう、そうで、よかった、今のは良かったからこうしていこうみたいな指示があったかもしれないしっていう、でも本当選手が何かをやらないと、セコンドも分析したのを下からこう大声でね指示はしてるけれども、できないことの方が多くて、それはね、人がこれがやったらいいのにってお客さんとかもね
ジャブジャブとか言ってるんですけど、ね、うるせえなって思ったりしたりするのってあるんですけど、それができたら苦労しねえんだよなと思いながら試合したりするんですけど、それを自分がとりあえずやって、で、どうだったかをセコンドが分析してくれるっていう風になってくると、いいチームプレーになるんですよね。だから、あそこの井上選手のところはね、その陣営とかすごく良さそうなんで、井上選手が作る、やってみる、実行してみる、うん、で、それで決まっちゃえば OK、で決まらなかったら、うん、よかった、だからもうちょっとここで崩して、こうしてやってったらいいんじゃないかみたいな指示ができるセコンドとかがいるのもまたいいんじゃないですかね。そんな感じにします、井上陣営は。すごいな、そのサポートもやっぱ受けつつこう自分で組み立てていくっていうのがあるね、うん、いやもう正直ね、私は本当素人なんであれですけど、いやね、殴られてる時に考えるってどういうことなんだろうっていう、うん、っていうのは思うんですけど、こう何ていうんですか、この打ち合ってる時よりかはこう構えてる時にいろんなことがこういろいろ考えてるって感じなんですか。うん、そうですね、まあまあ井上選手がどこでどう測ってるかわからないんだけど、でも私なんか見てても分かるのは、自信も、あ、これこいつもここのこういうパターンにはまったっていう引き出しをいっぱい持ってる気がするんで、今までの今回のネリ選手の試合はどうろう、結構なんか初めて見る井上選手みたいな感じだったので、あれですけど、今までのその前の試合とか見ていくと、結構早い段階で相手の動きとか癖とかを掌握しちゃって、もう危なくない、ここで、いや、攻撃してれば自分の攻撃を当てられるし相手の攻撃は怖くないっていうところとかをもう、なんだろう、分析して取っちゃうんですよ、そのポジションをね、うん、そう、そこにいつももうサッといけるっていう、それは何かって言ったら、本当にこう左手一本こうやって動かすと相手がどういう反応するのかなとかを見てるんですよ。私なんかもそれで KO とかするときは、あ、もう分かったこいつっていうのがあるんですけど、こう手出すとね、頭を振るのか手を動かすのかで、手を動かすのかどっちの手を動かすのか、頭を振るのかどっちに振ることが多いのかっていうのって確率論なんですよ。大体こうやってると、大体こいつこっち側に動いてるなとか思ったら、そっち側に誘導してそっちにパンチを待ち構えておくっていうなコンビネーションだからね、単純にワンツーとか言ったりしますけど、あれは別にそこにワンツーを打ちに行くっていうのもあるんですけど、このワンで相手がどっちに動くかっていうのをもう分析しておいて、2はそっちに、こっちに行くって分かったらこっちに打つし、こう打った時にこっちに動くんだなと思ったらこっちに打ちに行ってるしっていうのがあったりするんですよ、そういうのが井上選手の分析ってすげえ高い気がします。結構その印象的だったのは、ネリ選手の手に対してこう井上選手がこう、うん、こう一回もうこのぐらいになりましたよねずっとこうやって解説聞いててもなんかずっとこうジャブに対してこうはたいてますねみたいなことがあったんですけど、あれもなんか意味があるんですか。あれはそのさっき言ったサウスポーとオーソドックスの戦い方のセオリーで、前の手同士でこう牽制し合う、うん、でその前の手を使えないようにするとか、あとは叩くことによって自分のペースを取りに行く、やっぱ相手に触れに行くっていうのって結構重要で、そうパンチが強いパンチを必ずしも当てたりじゃなくて、触る、相手に触るっていうことで距離感とかポジショニングっていうのを、掴むっていうのも一つだし、その叩くことによってじゃあこいつは何をするのかなっていう、叩かれるのが嫌だからスッて手を引いたりとかするって癖があったら、その叩く振りして引いたと思ったら逆の手出してみるとかっていうのもいろんな分析が、それはもうその人の得意なパンチにつなげるための相手の動きへの誘導になってくるんですね、相手ファイティングとか。なるほど、面白いですね。もう一つ僕めっちゃ印象的だったのが、井上選手が、あれ3ラウンド目ぐらいにか4ラウンド、なんかちょっとこう横向いてうーんってした時にバーンって当てたのがあったじゃないですか。あのなんかこう切り返しから一気にこう流れがこうわーって乗ってきたなと思ったんですけど、あれもなんか意図的にやってるんですか。ちょっと多分私ではまだ不安というか、そこまでじゃなかったんですが、さっき言ったようにもう掌握し始めてたんだと思うんですよね、うん、だからパンチもらってたから顎打ってこいっつって挑発してるんですよね、うんうんはい、挑発してで結構挑発終わった後とかに見ちゃう人って多い、自分で挑発してるのにその後見ちゃう人って多くて、だから打ってこいよって言って相手が打つのを待っちゃうっていうパターンでも結構多いんですよ。だけど井上選手は挑発して打ってこいよって待たないで自分から打ち行ったんであれはおおっていう、しかも結構スレスレのところ、うん、当たったんだっけな、そうそうそう、なのであれはまたそれも初めて見る井上選手だったなって思って、
まあ、戦略のうちで相手を出させるみたいなところからやってるってことですね、うんうんうん、も考えられるかなっていう、うん、はい、ねえ殴り合いの試合でああいう余裕があるのはすごいなと思いましたし、ね、でも本当よくねそう今殴り合いっていうふうに思われがちなんだけど、うん、私なんかもう殴り合いよくそんな殴り合いとか怖いことするねみたいな、うんうん、殴り合いなんかしてねえよ俺が殴るだけだよことしか考えてないんで殴られることなんて考えてないんですよ。確かに愛用するつもりはない。だからもうパンチはもらわないしっていうその自分が打ち込むだけだしっていう、はい、井上選手なんかもう特にすごい前に出るのにさっきも言ったように危なくないところにいるから相手がすごくパンチが打ちづらいところにいるのでその自分のパンチだけを当てる。だからもう自分だけ殴りに行くっていう気持ちがもろもろ出てる感じがしておおってなる気持ちが上がるっていう、相手が殴れないポジションっていうのがあるね。やりにくいところを見つけるのがすごく上手っていう。それももちろん分析してあこいつここだうわその掌握相手を掌握するのが超早い感じがしますね。うんと早いラウンドの KO が多いっていうのもそれだしこういう動きすると相手はこうだからもう左のボディブロー入んなみたいなところに、うん、今の結びつけていくのがすごい早い。すごい。それで、まあ、結果的に勝てたっていう、うん、今回はね右の最後の決まりになっても右2回ダブルでこうパッアッパー打ってあってなってるネル選手ダンもう一回右ストレートでもうモンドリ打って倒れるっていうぐらいの右のダブルっていう、ね、倒し方だった。上なんかもまた左じゃない右でも倒せるっていう強さを、まあ、見せてるところだったりもするんですよね。マジでいい試合でしたね、うん、いい試合だった、本当にいい試合だった。興奮した興奮したありがとうございます。サトルさんも解説ありがとうございました。ありがとうございます。またね、いろんな試合あったらまたサトルさんちょっと解説してもらおうかなと思うんでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よし、はい、このチャンネルでは、今のようなね、さまざまな試合の解説、私の感想などを、はい、どんどんアップしていると思いますのでチャンネル登録の方していただいてぜひぜひ楽しみにしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。常時全力気楽にいこうぜ。